鎌倉は不思議なところでね、東京と時間の進み方が違う。鎌倉に住む作家の先生と結婚した私は一色秋子、のんびりした暮らしを想像していましたが、先生どうですか？見ればわかるだろ。もう全然ゆったりなんかしてないじゃない。今の何？ただのカッパだろ。ちょっとやめてくださいよ。ここは鎌倉だぜ。ここ鎌倉では幽霊、神様、仏様、魔物や死神たちも仲良く暮らしているらしい。私はとんでもないところに来てしまった。貧乏神？こんなか弱い老人を。老人じゃないだろ、神様なんだろ。都合のいい時ばっかり神様神様言いよって。都合のいい時ばっかり老人老人言いやがって。これは鎌倉に住む人たちと私たち夫婦のお話です。秋子を取り戻しに黄泉の国に行く。命を懸けても構わない。短い間でしたが、先生との暮らしは本当に楽しかった。本当は先生とずっと夫婦でいたかったです。アキコ！デスティニー鎌倉物語。あと何度には絶対に入らないように。何度？絶対だからね、絶対だからね。